皆さんこんにちは、MDです。今回はね、みんな大好き IKEA のね、商品アウトドアに非常に使えそうなやつをね、何点かピックアップしてね、ゲットしてきました。 IKEA はね、やっぱりどれもね、すごくリーズナブルでね、ちょっと応用を聞かせるとめちゃくちゃアウトドアに便利なものがね、たくさんあったんでご紹介したいと思います。それではスタートです。まずね、IKEA の商品で優秀なものといえばね、このペルクラ。これね、以前私の動画でもね、ご紹介したんですけど、これはね、やっぱりめちゃくちゃいい、便利です。私もね、ずっとこれ使ってます。今ね、私何入れてるかというと、これね、焚き火台のね、あのモノラルの焚き火台なんかのセットをね、ここに全部入れて持ってってるんで、今ね、すごくこの焚き火の匂いがすごくしてるんですけど、これね、もともと何かっていうと、これね、シューズケースなんですよね。まあ、こんなね、スニーカーなんかをこんな風に入れて、こんな感じでね、結構幅がね、こう横にマチが取ってあるんで、余裕でね、入っちゃうんですよ、こういう感じでね。もっと大きなシューズも入るし、例えばね、あのタープ履くとか、テントで泊まった時に靴外に置いとくとね、夜露でこう濡れちゃったりとか、場合によってはね、毒性のある虫が靴の中に入り込んで、それを履いてね、刺されてしまったなんてこともありえるので、こういうね、シューズケース、こういうのに入れておけばね、とても安心だと思います。かつね、場合によってはもうこれでね、枕にできちゃいますから、意外とね、だからね、これすごく活用できるんですよね。でね、これ割と洒落てるでしょ、こういう透明な感じでオレンジのラインがパッと入って、でね、これいくらかというと、なんと値段はね、100円アンダーで買えます。これ100均より安いですから、これね、89円です。こんなしっかりしたものが、ちゃんとね、ファスナーもちゃんとついてますよ。これで89円ですからね、これ買わない手はないですよ。靴入れ以外にもいろんなね、あの用途で使えます。あの焚き火セットなんか本当に入れとくとね、一番いいですよね、汚れないし。で、あと中がね、こう見えるし、わかります？結構中はね、すすで汚れちゃってんだけどね。まあね、実際私が何を入れてるかというと、これね、チタンでできてるね、パーセルトレンチっていうアメリカのなんだけど、とっても軽いです。これ入れちゃいます。ベルモンドの UL 火バサミ、ムラコの焚き火シート、これグリップスワニーの手袋で、これバーゴのね、皮膚規模でね、あとこれもね、ロストルですね、チタンの、このね、モノラルの焚き火台の火床の部分、これをね、こんな感じでね、全部まとまって入っちゃうんで、でこのままほら、バックパックに入れたって、これね、全部カバーしてくれてるんで、すすで汚れたりなんかしないんでね、これね、ほんと100円アンダーですからね、おすすめです。はい、続きましてね、こちらにあるプラスチックのボールとプレート、これね、 IKEA のカラースっていうね、シリーズなんですけど、これがね、意外といいんですよね。ちょうどね、この手のひらサイズぐらいのボール、手になじみやすい感じで、ね、プレートもね、ほんとちょうど、なんていうのかな、一人分、まあ、パンを置いたり、まあ、ちょっと目玉焼きを焼いて置いたりとかね、そんな感じでね、サイズ感的に程よい感じなんですよね。こんな感じでもうバッチリスタッキングもできちゃうということでね、幅も取らないし、こんな感じなんですよね。100度までの OK でね、一応電子レンジも可となってます。ただね、あんまり電子レンジのね、使用は推奨されてませんけど、で色面もね、これ意外とシックでしょ、グレーとホワイトでね、これ何がいいかっていうと、エヴァニューのチタンポット600の 0.6 の、これにね、ちょうど入るんですよ。 TI の250、これもこう入っちゃう。デミタス、蓋ができちゃうんですよね。だこんな感じで持っていけば、お皿とかボールっていうのがこう必要になった時にね、使えると思います。でね、そんなんだったらこれ持ってきゃいいじゃんと、まあ、570とか400とかありますよね。いや、まあごもっともなんですよね、それね。ただね、まあね、400FD 持っていけば、その食器の代わりになんじゃないのと思うかもしれないんですけどね。ここでね、私ね、最初そう思ったんだけど、これの凄さをね、ちょっとね、皆さんにご紹介したいと思います。例えばね、 FD の400、これね、 47g、 まあチタンで47、めちゃくちゃ軽いですよね。570、 54g、 軽いですよね。これもこの IKEA のカラース見てください、 34g、 これめちゃくちゃ軽くないですか。34、
46、もう 12g ぐらいね違うんですよ。そしてね、このプレートの方、このプレートでさえ 52g なんですよね。ということはこっちの570よりも軽いんですよ。だからこれ2つ足したとしてもこのもの重さになるんですよね。ということでね、この600の鍋にはこのね、軽でぴったりね、入るんですけど、じゃあこれ570にはどうなのってことなんで、入れてみようと思うと、570はね、入らないんですよね。じゃあ逆に 400FD はというね、400FD はこのね、下の軽が合わないんで、ね、ちょうどこれね、中途半端になっちゃいます。だからね、このね、400FD と570にはちょっとね、フィットしないと。その代わり、600の鍋、この中に、250入れて、このね、デミタス入れて蓋ができるという感じです。でね、他にないのかっていうことで言うと、まあね、ちょっとテイスト違ってきますけど、このね、バックカントリーポット、これはね、ぴったり入ります。軽いね、食器にはなると思います。ということでね、これ、まあね、温度が 100度まで OK なんで、ちょっとね、熱湯を入れてる動画があるんで、そっち見てください。今ね、これガスバーナーでね、グラグラに沸かしたお湯を入れてみます。下のね、プラダンテーブルの方が若干へこんじゃった感じなんだけど、今ね、お湯入ってるんですけど、特にね、あれですね、変形もしないし、まあ、短時間だったらね、こうやってね、手で持つことも可能です。これ全然問題ないですね、熱いもん入れてもね。一応ね、こうやって持つとね、当然ね、熱いんでちょっと持てはしないんですけど、まあ、ある程度ね、食べれるぐらいの温度に冷めたら全然手で持てるような感じになります。で、まあ、熱いものを入れてもいいですし、まあ、あとはね、まあ、ちょっとしたシリアルみたいなものを入れてね、食事してもいいし、あとね、もう本当にこれ、こんな軽いプラスチックじゃないですか。いわゆる今のシーズンのね、アウトドアのピクニックとかね、まあ、俗に言うお花見みたいなね、そんなイベントの時に持って行ってもいいと思います。そのお花見とかピクニックに全然ガンガン使っちゃいましょうよっていうのはね、もう値段がね、めちゃ安なんですよ。このタイプでね、私買った原宿のお店では199円、でもね、ネットで見るとね、149円ぐらいかな、安いんですよ。これも同じ、原宿だとね、199円。あ、でね、これね、1個が199円じゃないんですよね。こんな感じでセットになってて、これがね、6個。今からね、そのレパートリーをお見せしますね。はい、こんなね、カラフルなパステルカラーのね、プラスチックの食器が600ですね、セットになって、199円でした。これで199円、めちゃくちゃ安いでしょこれ。だからね、本当お花見なんか持ってってもね、こうやって色違ってればね、自分のがどれかなんてのはすぐ分かりますしね。あとね、やっぱり色可愛いっすよねこれね。いや、意外とこのパステルね、シックな、ちょっとくすんだ感じのパステルなんで綺麗ですよ。落ち着いた感じになる、こんな感じもいいしね。このね、なんかグリーンなんかも意外と素敵でしょこれ。白とこんな感じでね、挟んだとしてもね、綺麗でしょ。ホワイトとグレーとピンクでね、グレーとピンクって意外とこう合うんですよね。はい、続きまして、これね、トレベントっていうね、竹のお箸なんだけど、これ見てください。すごくね、ちょっとこう北欧のね、モチーフ的なね、可愛いでしょこれ。これもね、お値段がなんとね、私が買った原宿店では199円でした。意外とね、しっかりとした竹の端、こんな感じで、先はね、少し太めになってますね、これね、普通のお箸よりは太め。でもね、全然そんなに使いにくくないですね、これね。こんな感じでね、なってます。こんなね、ビットかな、ビットか、もしくはなんだろう、これルイス・ポールセンかなんかの照明の絵かな、かなり北欧チックなイメージのね、こんなマークが入ってます。意外とね、ちょっと太いかなと思ったけど、そこまでね、気にはならない、そんなには気にならない。でもし気になるんだったら、これね、自分でこうナイフで削ってみるとかね、そんな遊びもできるような竹でできてるタイプです。そしてね、もう一つ買ったのがこれ、これね、イケアのシェイカーなんですよね。あのプロテインとか入れてこれシェイクするタイプのやつなんだけど、これ見てください。ちゃんとね、ここにね、メモリが全部入ってるんですよね。見た目がすごいいいですよね、これね。でね、ちょっとね、これ水入れてみますね。はい、今ね、これね、水入れてきてみました。蓋の位置をこれね、ちゃんとここに合わせないとダメみたいです。
でね、完全防水じゃないんで水はねそこそこ漏れると思います。ただねちょっとこうこんな風にね軽く振るぐらいであれば全然漏れてきません。このままね水のものを入れてバックパックに入れておくとダメだと思います。まあ漏れないか、ほら少し漏れるでしょ、ほら。まあちょっとこうテント内なんかに置いといてね、もしパタンって倒してもねこんな風に水がザーッとこぼれることはないんで。あとこれもね電子レンジ対応 OK なんで100度ぐらいまではいけるってことなんで、この中にねドライフード入れてお湯入れてね、まあ熱いと思うんだけどタオルでくるんでね食事するなんていう食器なんかにも使えると思います。でね、このシェーカー重さがね大体 104g ぐらいなんで、ちょっとしたカップとかあの食器なんかにも使えると思います。で、ね、お値段はね原宿のお店で買うと199円なんだけど、今ネットで見てみたらねこれなんと99円で売ってました。 IKEA のネットはね送料がちょっと高いと思うんで、その塩梅考えてねあの買ってみてください。原宿の駅前にあるじゃないですか IKEA のショップ、そこでね199円でした。まあねそれでも十分ね安いんですけどね。はい、そしてねもう一つこれがねバリエラっていうね食器の引き出しなんかでね滑り止めに使うものなんですけど、これがねめちゃくちゃいろいろ使えるんですよね。幅が50センチでね、長さは伸ばすと1メーター50、それぐらいの量があってね、私買った時はこれ何 IKEA で見ると399円かこれね。でもねネットで見るとね299円ぐらいなんで、まあお店の方が何なんだろう、ちょっと高いのかな、というかお店が普通の値段でネットが安いのかもしれません。伸ばすとねこんな感じ、これもねちょっと切っちゃってるから短くなってますけど、こんな感じね。確かにこれね滑らない、すんごいね滑らないです。素材的にはこっちはちょっとベタっとした感じでもね、別に手に何か作ってわけでもないし、でね割とね厚めの生地なんですよね。これねこれ何に使えるかっていうと、マットと枕両方ともねエアーのタイプだとこれね滑っちゃうんですよね。こうやってね朝起きるとどっか行っちゃってるってことがあると思うんですけど、さっきのタイプをちょっとこんぐらいの大きさで切りました。これをここにポンと置くだけでこれぐらいね動かなくなりますから、これめちゃくちゃ使えますよ。これもう絶対動かないから、本当に動かない、たった1枚これ引くだけ。これもね2位も裏になんか滑り止めなんて言ってるけど、これ全然効かないですから、もうツルツルでしょこうやって。はい、もう実際全然動きません、一切動きません。これね皆さん絶対ね1枚ね買って切って持ってった方がいいと思います。これは使える。でね、あと何に使えるかというと、軽アイテム、アイテムを入れた、これね大和道のスタッフサックなんですけどね、こういったもの乗せた時に意外とねこれね分かりますよ、こうやって押しちゃうんですよね滑って、ある程度グッと締めてても動くんですよね。こうやってね動いてね、しまいにはねこう押し、こうやってね落ちちゃうんですよ。これがね一発で解消されます。さっきの枕の下に切ったやつ、こう2つに折るじゃないですか、それでここに挟むんですよ。今挟みましたね、いきますよ、ほら全然ずれないでしょ。これ優秀です。これ1個あるだけで全然違います。これ抜いちゃって1回ね、これ今抜いてみます。抜くとどうかっていうと、もうこれですか、わかりますか、こんな動いちゃう。だからね、これ1枚挟むだけで、さっき見たね、きちっとね、荷物がまとまるんで、これね、すごいおすすめです。あとね、いろんなものにね、多分これ使えると思います。そのままの状態だとね、ある程度巻き癖が、まあこうやってね、巻き癖がついちゃってるので、まあこうやってね、逆に巻いてちょっと見とけばね、巻き癖が取れるかなとは思うんですけど、こうやってね、置いた状態で、これね、100度のお湯をね、ザーッとかけました。そうするとね、若干ちょっとこうね、少しこう、デコボコっていう感じになるんですけど、これでね、もう巻きが取れちゃいます。100度のね、熱したクッカー、ここに置いてもね、そんなに変形しませんね。若干丸のね、跡がつく、わかりますこれ。ガンガンにね沸騰してるクッカーをチタンとアルミと両方ね置いてみました。でもねこんなもんです。ということでこれグラグラに沸騰させたチタンクッカー、これ置いてみます。ダイレクトに置きました。ど
かしてみると少しこうね円の形でへこんではいますが、大きなね溶けたりとか縮んだりっていうような変化はこの段階ではね見られてないです。そして熱伝導率の高いこの今度肉厚のねアルミのクッカー、これグラグラにしたものを置いてみます。まあダメなやつだったらこれすぐこうチリチリってなっちゃうと思うけど、これはまあわずかにはこうね変形してますけど、そこまでね気になるようなこうシワになったりっていう感じじゃないです。この感じだと100度ぐらいまでは耐熱性があると考えていいかもしれません。まあ、ある程度耐熱はあると思うんですけど、断熱じゃないんで熱は通しますんでね。ただ上に置いたとしてもそこまで変形しません。こういうねカスケードワイルドみたいなのね使うときにこうやって上にねこんな風に置いてね使ってもあれかなと思います。で大丈夫でしたからね、これね DCF ダイニマ素材とかハードタイベック素材って結構ねこれ滑るんですよね。だけどねこれをこうやって引いとけばこれ全然滑りませんから。だからもしあれだったらエアマットの下にねまあちょっと重さが出ちゃうと思うんですけど、こういうのね1枚引いて上にエアマットを置けばそれでね滑ることはないです。でその上にねシュラフ引いて、で枕を置いてさっきのちっちゃいやつをねペタッと置いとけばね結構ずれないで寝ることができるんじゃないかなと思います。さっきのね枕の下に引いたサイズでいくとまあこんなもんですね、 34g ぐらいですね。で今見てもらった 50cm タイプだとまあ 89g ぐらいですかね。ということでね滑り止め素材として使える、である程度の耐熱があるこのねシート、これねアイデア次第ではねもっとなんかいろんなことに使えそうですよね。まあ、今回は一応ねこんな感じでこれぐらいのねほんとちっちゃいですよ、こんなもんです、 A4 ぐらいかな、このぐらいのサイズの1個持ってって枕の下に引いたりバックパックの上に乗せる荷物のズレを防止したりとかね活用できると思います。であとねこれは座るところ、これもねほら完全に防水じゃないですか、床に引いて滑らないようにする。あとねエアマットの一番圧がかかるところにこれ引いとけばね意外とこれね丈夫だからパンク防止のねあれになるかもしれませんよね。いろんなアイデアがね多分出てくると思うんでね、今後ね皆さんもねこれちょっと買ってみて、ね、こんなのに使えるなんていういいアイデアがあったら教えてください。はい、そしてね最後はねこのね特徴的な IKEA のねトートバッグ、これのねなんか色が綺麗なねオレンジ色があったので、ね、これも買ってみます。なんかねこのオレンジが意外といいじゃないですか、小型トートでね。まあ何に使うかっていうのはね特に決めてはいませんけど、こういうのってなんかね雰囲気で買っちゃいますよね。持つとねこんな感じ、まあ、肩から触れるとこんな感じのサイズ感ですね。なんか食材でも入れてクッカーでも持ってね軽くどっかに、ね、ピクニックなんていう時にはねこんなんがあっても意外とポップな感じでね楽しいかもしれません。これね靴も入りそうですよね、シューズもねある程度入るかな、これだったらねこのぐらいサイズありますからね、シューズ入れてもいいし、これね値段がねこれ昔か199円でした。これもやっぱりねIKEA の作るものでちょっとこうポップでね、でチープシックな感じがしてねいいですよね、洒落てますよねこれもね、こんな感じのね。はい、ということでね今回は IKEA でね、いろいろ買い物してみました。でねアウトドアで使えるものとそれからね軽量化をやっぱり頭に入れてピックアップしたものです。まあどれもね IKEA 独特のねチープシックな雰囲気、これもねちゃんと持ってて、続いてね使えそうなもの意外といろいろありますよね。まあこれだけ買ってもね1000円ちょっとで、ね、揃えることができました。やっぱりねみんな大好き IKEA 探すとねいろんなねアイデアが出てくるんでね、一度ねお店の方行ってみると面白いと思います。それではねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。